その、いろいろ考えたんですね。いろいろ考えました。おはようございます。ハレルヤ。ひだまりさん。おはようございます。今日はいろいろ考えましてね。良かったと思います。何が良かったかと言いますとですね、私もですね、ちょっと悔い改めてですね、ちょっとじゃいけないのかもしれない。たくさん悔い改めましてね。やっぱり、今までですね、やってきましたけども、やっぱり確かに、通行人の方はね、通行人の方はちょっと不安だと思うんですね。何してるかわからないということもあって。はがるさん、おはようございます。通行人の人がですね、ちょっと映されてんじゃないかというね、今の時代、そういう不安がありますよね。それから、小学生、中学生になるとですね、やっぱり親が心配すると思うんですね。通学路に誰かがいるということで、確かにね、私もそういうところでね、配慮が足りない。やっぱり雨が降ってきたんですよね。急いで来たので、ちょっと傘を持ってこなかったんですが、今柿の木ですね。柿の木を雨宿りにしてるんですが、もっと降ってきたらどうしましょうかね。もっと雨宿りするとこが他にあるかどうか。一応ちょっと雨宿りしてるんですが、その神様の愛はやっぱり隣人を自分のように愛せよ、ね、隣人を自分のように愛せよというね、そういうわけで、その通行人がね、ナイフさん、おはようございます。通行人の人がもし少しちょっとこう迷惑がってる部分が確かにあったと思うんですね。それでちょっと考えたのはですね、朝、この放送が始まるのが、朝、7時ですよね。だから朝のうちにですね、朝、人あまり通行人がいませんから、通行人がいないときに、野原とかね、公園とかに来て、で、帰りはね、帰りはもうそこでやめて歩かないと。そういうふうにしたらいいんじゃないかなと。つまり通行人に会わないようにするみたいなね。通行人に会わないような、そういう設定をすればいいんじゃないかと考えました。今日はちょっとね、直接野原に来ましたけども、明日からは、行きは人がほとんどいないですから、朝7時っていうとあまりね、子供ももちろんいません。通行人もあまりいませんから。ですから、朝は来て、そして帰りはもうやらないと。そういうふうにすれば、迷惑をかけないんじゃないかと。そういうふうに考えました。私も、悔い改めました。悔い改めました。少しでもね、そこまでしてリスナーさんに、皆さんに自然を見せたい、見せたい、ハガルさん、ありがとうございます。そうですね。やっぱりですね、私自身がね、やっぱり自然を見たいし、私自身がやっぱり、皆さんと一緒に神様を褒めたたえたいので、なんて言うんでしょうかね。今日は雨ですから、青い空ちょっとね、青い空ないんです。ちょっと青い空じゃない空をお見せしますが、青い空じゃない空をお見せしますが、皆さんにも、青い空を見てもらいたい。皆さんにも青い空を見てもらいたいですし、私自身がね、青い空を見たいです。リアル伝道は難しい時代に突入という感じですね。そうですね。確かにね、気をつけなきゃいけないね。私たちは、ある意味では、パイオニアなので、パイオニアって言ってちょっと語弊があるかもしれませんが、試行錯誤してますので、クリスチャンとして、ね、クリスチャンとして、ふさわしいやり方っていうのを見つけなきゃいけないと思うんですね。やはり、
確かに外配信っていうのは、人に迷惑をかけることがありますね。突然映されたら誰だって嫌です。私も昨日ですね、ある方がiPhone で映してるんですよね。で、誰だかわからないのに、やっぱり映されたら嫌ですものね。私も、本当にちょっと、と思いました。ですから誰だって、またもちろん私はですね、できるだけ映らないように、努力をしています。映らないように努力はしていますけど、しかし、その恐れというものを与えているということは確かだと思うんですね。何してるんだろうか。で、こういうふうに公園でね、この公園で人がいない公園で、まあ、こう一人でやってる分には、ね、そんなに迷惑じゃないと思うし、まあ、怪しまれるかもしれないけど、少なくとも、人が近くにいませんから、そして公園ですからね。公園で一人でブラブラしてること自体は、まあよくあることだと思うんですね。ですからまあ、これからはそういう、その人のいない公園で、まあ、朝はね、いないときは歩いてもいいと思うんですが、帰りはですね、このまま歩かないで、この公園で、したいと思います。言い訳がましい。言い訳がましい。まあ、これもね、勉強ですよ。皆さん。これも勉強。ね。いかに、人に迷惑をかけないか。人を愛するかという勉強です。はい。クリスさん、おはようございます。柳生博士。あ、嬉しいですね。柳生博士。クリスさん、おはようございます。おはようございます。バイクはですね、今ちょっと乗れません。また乗れるようになるかもしれませんが、今のところちょっとですね、乗れませんね。はい。今まで非常識だった。そうですね。皆さんの方が、まあ、分かってたといえば、分かってたかもしれませんね。皆さんの方が、分かっていたかもしれません。はい。そうですね。ニコ生の朝は、キューちゃん牧師から始まる。嬉しいですね。そう言っていただけると嬉しいですね。はい。それではですね。はい。今日のテーマ。ね。キリスト教を入信して予算不幸になった。まだ分かりませんよ。まだ分かりません。エイジさん、おはようございます。あ、止んだかな。雨止んだかもしれません。あ、まだ降ってる。まだちょっと降ってますね。まだちょっと降ってます。予算はイエス様を信じましたね。これから信仰によって彼も変わってくるんじゃないかなと思います。角笛もですね、ちょっとやっぱり、朝、もうちょっと広い公園ならいいかもしれませんが、ちょっとやっぱりこのぐらいの公園だと、ちょっと迷惑かもしれないですね。ですから、ちょっと角笛も、ちょっとしばらく考えます。やっぱり、迷惑にかからないようなやり方、人に不安を与えないようなやり方っていうのが、あるんじゃないかと。そういう、やはり、きめ細かい配慮が必要ではないでしょうか。私もどっちかというと、そういうところ、意外と、まあ、鈍感な方です。KY の方ですから、まあ、少しですね、まあ、模範を見せなきゃいけませんので、模範、ね、人に迷惑をかけない放送。人に、迷惑をかけない放送っていうのを考えます。いや、そんなにね、お巡りさんに怒られましたね。まあ、ある意味で、しょっちゅう来てるお巡りさんなので、まあ、知ってるお巡りさんなので、そんなに怒られていませんが、しかし私たちは、やはり、模範を見せなきゃいけませんね。模範ね。クリスチャンは、模範を見せる必要があると思います。はい。大事になる前でよかったと思うんだけど、アメン、アメン。
そうですね、大事になる前に、まあ、そしてやっぱり通報してる人がいるということですね。多分ですね、地元の通報じゃなくて、ニコ生の通報だと思うんですね。だからそのニコ生の通報する人がいる限りは、こういうことはまだまだ、まあ、今日こうやってても通報すれば、まあ、お巡りさん来なきゃいけないので、ここでやってたとしてもお巡りさん来ると思うんですね。通報すれば必ず来なきゃいけないらしいんです。だけども、まあ、ここでやってればですね、お巡りさんに、まあ、ちゃんと説明がつくわけですね。お巡りさん、私は、通行人をね、迷惑をかけないために、今日はここで来ましたと。そういうふうに説明がつくわけですね。だから、説明ができるような、非難されないような、あり方っていうのは、必要じゃないかと思うんですね。雨やみましたね。雨止んだので、もうちょっとですね、まあ、人が来ないようなところをさらに行きたいと思います。あまり人がね、歩かないようなところにさらに行けば大丈夫だと思います。ここは結構広いのでですね、人が全然いませんから。人が全然いませんね。こういうとこならばですね、まあ、文句言われないんじゃないかと思うんです。はい。ここだったらお巡りさん来ても大丈夫ですね。はい。文句言われないと思います。はい。よいしょ。ちょっと、ハンカチをちょっと拭きまして。よいしょ。ここならば OK。ここはいつも来てる、野原ですね。まず皆さん、ちょっと野原、雰囲気をみんな見てもらいましょうね。天気ではありませんが、まあ、若干、野原の雰囲気をですね、味わって、朝の静けさというか、私が映ってない方がいいね。朝の静けさをちょっと、はい。いや、バイク配信の方が問題ないんじゃないかと思うんですね。バイクだとほとんどね、通行人映りませんから、本当はバイク配信の方が迷惑かけないんじゃないかな。はい。はい。この時間はですね、まあ、犬の散歩に来る人はいますね。犬の散歩に来る人はいますが、まあ、まず子供は来ないですね。この時間子供は来ないでしょそれではですね、テーマに入りたいと思います。今日は、イエス様がいれば大丈夫というね、タイトルです。イエス様がいれば大丈夫ね。イエス様がいれば大丈夫。その私たちはいろんな不安、恐れの中で生きていますね。いろんな不安、恐れの中で生きています。私たちはいつも、その平安のうちに歩むためには、いつも私たちが、その守られるためには、イエス様とそばにいるということですね。これ大事な基本です。イエス様とそばにいる。イエス様がいても通報される。 まあ、それはね、試練はつきもんです。迫害はつきもんです。だから、信仰があって伝道すると、どうしても迫害があります。で、その迫害の中で信仰が試されるわけです。ですから、その何もイエス様を信じたらトラブルが全くないということではありません。もちろん、いろんなトラブルから守られますし、そのイエス様が助けてくれますが、しかし私たちは、信仰の成長ということで、訓練ということで、試練はあるんです。迫害があるんです。しかし、その迫害の中で神様が守ってくれるということを見るのです。すべてのことが益となると書いてあるんですね。すべてのことが益となる。
だから皆さん、私たちは問題なのは、ね、恐れが強くなったり、不安が強くなってくる。サタンは恐れを入れてきて、サタンはですね、人々を苦しめるという構図があるんです。ですから皆さんがぜひサタンに苦しめられないためには、ネガティブにならないためには、イエス様がいるから大丈夫という信仰ですね。イエス様がいるから大丈夫という信仰を持ってば、強くなれるんです。皆さん強くなりたいでしょ？皆さん強くなりたくないですか？いろんなことに対して強くなりたいですよね。地震が来ても大丈夫。火山が爆発しても大丈夫という強さ。ね、もう本当に、災いっていうのはバンバンバーンって続けてくる場合もありますし、もう本当にひっくり返るようなことも起きます。そういう時に強さが必要です。その強さは信仰による強さが大事なんです。ですから皆さん、ちょっと言ってください。声を出して言ってください。イエス様がいれば大丈夫。イエス様がいれば大丈夫。イエス様がいれば大丈夫。皆さん、これとても大事なので言ってください。もうそれがですね、そういうことがですね、習慣になってほしいんです。皆さんの人生でいかにこの言葉が大事かです。皆さんの人生で本当に、この平安な人生、平安な人生を持つコツはこれです。イエス様がいるから大丈夫。言いましたか？ハイドさん、おはようございます。大きな声で言ってください。イエス様がいるから大丈夫。100人乗っても大丈夫って それはなんか物置の宣伝じゃないですか？もう一回言いますよ。イエス様がいるから大丈夫。イエス様がいるから大丈夫。ね。アメン。アメン。皆さん、これはとても大事な、大事な、ことなんです。大事な言葉です。皆さんが何かあった時、すぐに言ってくださいね。そして誰かが何か問題があったら言ってあげてください。ハイトさん、イエス様がいるから大丈夫、ね、イエス様がいるから大丈夫。人に対しても自分に対しても大事な言葉なんです。これは、意味のある言葉なんです。つまり、信仰をね、信仰を表しています。信仰を表した言葉なんですね。ちょっとごめんなさい。少し冷えてきたんでね。ちょっと急いできて、暑かったんですが、少し時間が経って冷えてきたので、チャックをしてですね。イエス様がいるから大丈夫。ね、私もですね、いつも、いろんなスカイプで相談にするか、相談に来る方、また何かハプニングがあって困っている方に、いつも私は、スカイプチャットで、イエス様がいるから大丈夫。イエス様がいるから大丈夫と励まします。そして、ね、安心を与えます。ですから、ぜひ皆さんも同じようにね、自分自身にも言い聞かし、また、人に対してもですね、イエス様がいるから大丈夫。イエス様がいるから大丈夫と言ってあげてください。そうすれば、本当に、その平安が来ます。平安が来ます。ね、本当なんです。私たちは自分の力で、自分の力で生きようとすると、いろいろ問題が起きます。自分の力では、うまくいきません。自分の力ではうまくいきません。しかし、イエス様はいるから大丈夫なんですね。家が燃えてて大変なんです。イエス様いるから大丈夫。そうなんですよ。家が燃えてても大丈夫です。家が燃えててもイエス様いるから大丈夫と言いましょう。ね。イエス様がいるから大丈夫と言うんです。ヨスさんの足もイエス様が言えば大丈夫。そうなんです。ヨスさんの足も
イエス様がいるから大丈夫と思いましょう。あなたの信仰があなたを癒した。あなたの信仰があなたを癒したね。皆さん、その信仰によって、癒されるのです。信仰によって癒されるのです。あなたの信仰があなたを癒した、あなたの信仰があなたを癒した、そう、日々の生活費もイエス様がいるから大丈夫。これ大きいですよ。ナウさん、その通りです。アーメンです。多くの人は、お金のことで心配するじゃないですか。ね、お金がない、お金がないって心配します。でもこれもですね、明日の心配は無用だと、イエス様が言われたように、イエス様がいれば大丈夫なんです。お金のことも、生活のことも、イエス様がいれば大丈夫なんです。それは大きいですよ、皆さん。大きいですね。ぜひ皆さん、皆さん、経済で今苦しんでる人もいるかもしれないね。経済で苦しんでる人もいるかもしれません。皆さん、どんなことも大丈夫なんです。皆さん、すごいと思いませんか？神様はに不可能はないのです。どんなことも大丈夫です。どんなことも大丈夫です。ただ、イエス様がいるならば大丈夫です。ですから、イエス様がいれば大丈夫ね。イエス様がいれば大丈夫と、イエス様がいるから大丈夫、そういうふうに思いましょう。すべての精神病もイエス様がいるから大丈夫。そう、すべての精神病もイエス様がいるから大丈夫。病気でもね、イエス様がいれば大丈夫と思いましょう。ね、イエス様がいるから大丈夫。イエス様がいるから大丈夫と思いましょう。今日、高校の前で聖書を配ってたんですが、これを読んだらいいんですか？はい、読んでください。その、もらった聖書を読んでください。アメン。よかったですね。受け取ってくれてありがとうございます。受け取ってくれてありがとうございます。聖書を受け取ってくれてありがとうございます。素晴らしい。パソコンが壊れてもイエス様がいるから大丈夫。そうですね。パソコンが壊れてもイエス様がいるから大丈夫です。イエス様がいるから大丈夫ですね。はい、いい薪になる。薪にしないでください。聖書を薪にしないでくださいね。残念なことに高校のゴミ箱にたくさん捨ててありました。せっかく大事なね、大事な、聖書をね、知らないで捨ててしまいます。その聖書を読めば救われるんですが、聖書をゴミに捨てて、自分の将来をゴミに捨てるようなものですね。自分の将来をゴミに捨ててしまうようなものです。でも、その中で、今書いた方のように読む人もいます。読む人もいます。はい、イエス様がいれば大丈夫ですね。イエス様がいれば大丈夫です。これちょっとね、石が落ちてたのでね、これ石があると危ないから、ちょっと片付けときましょうね。よいしょ。子供がね、転ぶといけませんからね。そうですね。あ、止まっちゃった？大丈夫。止まっちゃった。それではですね、
それではですね、その石の下に虫がいたらどうするんですか？キリスト教の場合はですね、虫は殺してもいいんですね。虫は殺してもいいんです。虫はもちろん害虫、害虫と、特に害虫ですよね。害虫は殺していいのです。ゴキブリを殺してもいいんですね。蚊を殺してもいいんですね。それは悪霊を表してますからね。仏教ではね、仏教では、殺しちゃいけないっていうふうになってるかもしれません。しかし、だって皆さんゴキブリ殺さないっておかしいでしょ。ゴキブリは殺した方がいいんじゃないですか。蚊は殺してもいいんじゃないですかね。それではですね、雨止んでよかったですね。雨が止みました。旧約ではですね、旧約では、神様がですね、あなたの名前は何ですかと言われたときに、神様が、私はあってあるもの。私はあってあるものと言ったんです。ね。つまり、わかりやすく言うと、私は存在するよということを言ったんですね。私は存在するよ。つまり、その目に見えない神様。神様は目に見えないけど存在する。神様は目に見えないけど存在する。その神様は、その存在してるよということなんですね。で、もちろん他の宗教もね、他の宗教も確かに神を信じているかもしれません。だけども、その本当の神様は一人しかいない。その本当の神様は一人しかいないわけです。じゃあその本当の神様が生きているということを本当に私たちは体験できるかというと体験できるんですね。私たちは自分の罪を悔い改めて、ね、神様に対する罪を悔い改めてイエス・キリストを信じます。そうするとイエス・キリストを信じると聖霊様をいただけるんですね。聖霊様をいただけます。そしてその聖霊様をもらった時に、聖霊様がもらった時ですね、まさにそこに、神がおられる、まあ、聖霊様も神様ですね。聖霊様も神様です。神が共におられるということを感じます。それで私たちは油注ぎと言います。つまり油注ぎというのは、その神様と共にいるということですね。神様と共にいる、それがまさに、油注ぎなんだよということですね。油注ぎを受けます。聖霊様に満たされますね。聖霊様に満たされます。まあ、それが神と共にいるんだよということですね。そしてそれがイエス様がいるから大丈夫。イエス様がいるから大丈夫という言葉につながります。つまりイエス様がいるから大丈夫というのは、それは聖霊様と共にいるからということであり、神が、目に見えない神が一緒にいるからということです。つまり信仰というのはですね、今ちょっと延長バグで、30分経つと切れることがあるんですね。これ、まあ、延長バグって言うんですが、今延長バグでしたね。ちょうど30分で切れましたね。
私が好きな言葉で、ね、私の好きな言葉で、強くあれ、大きくあれ、ね、強くあれ、大きくあれ、恐れてはいけない、ね、おののいてはいけない、恐れてはいけない、おののいてはいけない、私が共にいる、私が共にいると、まあ、ヨシュアに言ったわけですね。ヨシュアっていうのはモーセの次のリーダー、モーセの次のイスラエルのリーダーがヨシュアって言うんですが、まあ、ちなみに私の名前はヨシオですが、クリスチャンホームの子供にヨシア君っていう子がたくさんいますが、イエス様もイエシュアと言って、ヨシュアっていうのはイエスという名前と同じ名前なんですね。要するにイエス様はヨシアだったんですね。ヨシアだったんです。ヨシュアっていうのは、主は救いという意味ですね。主は救い。はい、私もヨッサン牧師 ヨシオですから、ヨッサン牧師ですが、ヨシュアですね。ヨシュア。それで、そのヨシュア、神様はヨシュアに言いました。ヨシュアはですね、まあ、結局異邦人と戦いをするわけですね。戦をするわけです。イスラエルがその他の、まあ、異邦人と戦争をするんですが、やっぱり戦争っていうのは殺すか殺されるかですね。殺すか殺されるか、やはりですね、勇気が必要ですし、恐れが来るわけですね。それは霊的戦いを表します。霊的戦いっていうのは悪魔と戦うわけですから、勇気が必要なんです。そしてその勇気はイエス様がくださるんですが、ヨシアも多分いろんな不安があったと思います。その時に神様がヨシアに、強くあれ、大きくあれ、恐れてはいけない、おののいてはいけない、私が共にいる、私が共にいる。つまり皆さん、ここにですね、私たちは神様がいると強くなれる。神様が一緒にいると恐れない。この原則を見出します。皆さん、いいですか？皆さんが恐れてるのは神と共にいないからなんです。皆さんが不安なのは神と共にいないからです。ですから皆さん、信仰でイエス様がいるから大丈夫。イエス様がいるから大丈夫と言ってください。イエス様がいるから大丈夫と言うならば、そこにイエス様がおられると信じます。イエス様がいるから大丈夫だと、ね、言うならば、聖霊様が、来てくださると信じます。ですから、いつも言いましょう、ね、イエス様がいるから大丈夫、イエス様がいるから大丈夫、そのように、いつも言うのです。いつも言うのです。なんかちょっとあの雲見てください。あの雲、なんかだんだんなってませんか？だんだん、これ地震雲って言わない？こういうの。ね、なんかこう、だんだんになってますよね。これ地震雲かな？ 昨日地震の予言の話をしましたから、地震雲かもしれません。わかりません。不安を煽ってる。不安を煽ってる。大丈夫。イエス様がいるから大丈夫。ね。地震雲があっても、イエス様がいるから大丈夫。地震雲があっても、イエス様がいるから大丈夫ですよ、皆さん。恐れないでください。恐れないでください。ね。地震雲があっても、イエス様がいるから大丈夫です。イエス様がいるから大丈夫です。私たちは、イエス様によって、守られます。イエス様によって守られます。それではですね、証しタイム行きましょうね。今日はですね、ちょっと角笛を今日持ってこなかったんですね。
その笛持ってこなかったんです。それでは明石タイムいきますね。明石タイム。イエス様を信じて強くなった証。イエス様を信じてイエス様がいるから大丈夫と思ったよ証。イエス様がを信じたら、平安になった証。イエス様がいるからということで平安になった証。明日の心配はしなくなった証。明日の心配は、しなくなった証。スタート。スタート。動きすぎ？動きすぎ。じゃああまり動かない方がいいですね。遊戯王をやめたら明日の心配がなくなった。イエス様を信じてキリスト教に改宗しました。青い空に乗っても大丈夫だと思いました。社会の底辺ですが、イエス様を信じたら希望が与えられました。昨日の事件。イエス様を信じて転職しました。韓国や中国は嘘つきだと思っていたけど、日本が一番の嘘つきだった。イエス様のおかげで嫌いな人と分かり合いました。イエス様、俺を助けてください。アメン。イエス様が助けてくれますよ。イエス様、俺を助けてください。助けてくれます。助けてくれると信じましょう。助けてくれると信じるんです。イエス様のおかげでキューちゃん放送に出会いました。あなたと出会いました。アメン。イエス様のおかげです。イエス様のおかげで俺も朝っぱからこんな公園で生配信とかしたい。私も助けてください。アメン。イエス様が助けてくれます。イエス様が助けてくれます。イエス様を信じて借金がなくなってた。ハレルヤ。素晴らしい。稲葉の物置よりもイエス様物置だと思った。アメン。アメン。世界中の人が乗っても大丈夫。100人ではなく、世界中の人が乗っても大丈夫、イエス様。青い空を見ると元気、あ、青くなってきましたね。なんか、ちょっと空が青っぽくなってきました。まだかな。雲が増えてませんか？そうですね。なんかこう、シワシワの雲ですね。なんかシワシワの雲ですよ。皆さんこういう雲見たことある？シワシワの雲。人生ボロボロですが神様を信じ続けます。アメン。アメン。
そうです。イエス様を信じ続ければ大正解です。イエス様を信じ続ければ大正解ですよ、皆さんね。寒いなら室内で配信すれば。そうですね。あまりにも寒ければ、ちょっと外でしないかもしれません。毎日電車で発狂していた。しかし、信仰で治った。アメン。毎日電車で発狂していた。しかし、信仰で治った。素晴らしい。素晴らしいです。消費税10%止めてください。助けてください、イエス様。まあね、先延ばしになる可能性もあります。この際、イエス様におすがりしようと思った。アメン。素晴らしい。この際、イエス様に、イエス様におすがりする。アメン。この放送は砂漠の中のオアシスだと思いました。イエス様を信じたら天国に行けました。毎日Q ちゃん放送を見るだけでも効果ありますか？もちろんありますよ。もちろんあります。教会で出会った人と婚約しました。おめでとうございます。おめでとうございます。犯罪がやめられませんが、生きてもいいですか？イエス様を信じればやめられるようになります。イエス様を信じてやめられるようになりますよ。信仰するのにお金は必要でしょうか？いや、いりません。お金はいりません。毎日彼女と不貧困、悔い改めて独身を貫きたい。アメン。生きてる意味って何ですか？イエス様が生きる意味をくださいます。イエス様が生きる意味をくださいます。生きる意味があるんですね。生きる意味があります。イエス様を信じたおかげで悩みが、なくなりました。昨日、風景物の映画を見て感動しました。ああ、そうですか。昨日、風景物の映画を見た。私、まだ見てないんですよね。私、まだ見てません。イエス様に、礼従することが生きる意味。アメン、アメン。俺も朝に犬と散歩とか優雅な生活送りたい。イエス様は優しくかっこいい神様だと知りました。イエス様は優しくかっこいい神様だと知りました。アメン。アメン。今までイエス様に対してノーだった。今はイエス様にイエス。イエス様にイエス。あ、これいいですね、皆さん。言ってください。イエス様にイエス。イエス様にイエス。アメン。イエス様にイエス、イエス様にイエス。サタンにノー。サタンにノー。サタンにノー。イエス様にイエス。サタンにノー。サタンにノー。
親にカルト放送見るなと言われた。親の方が見てる？多くの人はサタンにイエスになっていますね。多くの人はサタンにイエスで、イエス様にノーになっていますが、それは大変なことになりますね。大変なことになります。サタンは引き込んでしまいます、ね、多くの人の心の中にサタンが来てしまいます。皆さん、どうしてサタンを歓迎するんですか？イエス様を歓迎するべきじゃないですか？多くの人はサタンを歓迎しているんです。ですからいろんな犯罪が起きるんです。いろんな犯罪が起きる理由は、多くの人がサタンを歓迎しちゃってるんですね。サタンの声が聞こえるようになっちゃうんです。幻聴っていうのはサタンの声なんですね。幻聴や妄想はサタンの、声であり、サタンの思いなんです。多くの人は幻聴妄想で、おかしくなっちゃうんですね。幻聴妄想でおかしくなっちゃいますね。ですから皆さん、それはサタンにイエス、サタンにイエスとやってるから、サタンを歓迎してるから、幻聴や妄想が、引き込んでしまうんです。ですから皆さん、ぜひですね、イエス様にイエスとしてください。ね。イエス様にイエス。イエス様にイエスですね。そうすれば、イエス様がいれば大丈夫。イエス様がいるから大丈夫という、そのような強い心を持つことができます。イエス様と共にいるならば、もう、鬼に金棒なんです。鬼に金棒って言葉を使っていいかどうか、ね、大船に乗った気持ち、これもどうでしょうかね。イエス様が一緒にいるならば、鬼に金棒、大船に乗った気持ちですね。旧牧師はサタンの手先だと思っていたが、イエス様の手先だった。旧牧師はイエス様の手先だった。今日はね、残念ですけど、まあ青空が出ません。青空でなくて、ちょっと地震雲みたいのが出てますが、まあ仕方ありませんね。皆さんにちょっと見せるものがなかなかないんですが、柿の木をお見せしましょうね。ここに柿がなってる柿の木。見えるかな？柿の木見えますか？柿見えるかな？柿が見えると思います。ね、柿見えますかね？あまり見えないかな？はい。ちょっとしか見えないかもしれないね。この放送を録画して娘や孫の代にも見せ続けたい。アメン。素晴らしいですね。素晴らしい。アメン。この間ですね、チャースクールでそこにいた時ですね、柿が1個落ちましたね。柿が1個落ちまして、食べたら美味しかったですよ。渋柿だと思ったら、渋柿じゃなくて甘柿でしたね。また次の時ですね、神様、柿を落としてくださいと思ったんですけど、落ちなかったんですね。1個だけ落としてくれました。
そうですね。はい。私たちは、真理を学んでいます。真理を学んでいます。私たちは、イエス様の教えを学んでいます。イエス様が教えました。ね。心を騒がしてはいけない。ね。心配してはいけない。私が友にいる。私が友にいる。イエス様は、聖霊様を与えるために十字架にかかったんです。イエス様が、イエス様が十字架にかかったのは、私たちの罪が許されるためです。罪というのは、神から遠く離れていることです。神から離れていることが、罪なんですが、イエス様は私たちに聖霊様をくださいました。その聖霊様をくださったということが、結局救われたということです。聖霊様が一緒にいるということが、神と共にいるということです。神様と和解しているということです。つまり皆さん、救いというのは、神様と共にいるということです。そして今皆さんがイエス様を信じたということは、皆さんの中にイエス様が来てくれるということであり、それは神様と一緒にいるということです。神と、ね、まあ、ある意味では一心同体になったということです。神様と一心同体になった、それが救いなんです。そしてそれが、永遠の命なんです。永遠の命です。皆さん、その聖書の教えはそこにあるんです。聖書の教えは、イエス様を信じることによって、神と共にいるということです。神様と共にいるということです。神様が、生きておられるということ、皆さんの生活の中で神様が働かれているということを見るのです。皆さん、イエス様がいるから大丈夫、イエス様がいるから大丈夫、皆さんのいろんな問題、試練に、ね、イエス様が働くということを見てください。今日もね、今日も皆さんの一日の中で、イエス様が働いてくれます。皆さんの問題を解決してくれます。そして皆さんがイエス様の教えを実行するならば、皆さんがイエス様の教えを実行するならば、そのイエス様がますます、イエス様が働いてくれます。イエス様が働いてくれます。そしてイエス様が働くところに神の栄光があるのです。神の栄光があります。ぜひ皆さん、その神の栄光を見てください。神様の栄光を見るのです。神と共にいるときに、神と共にいるときに、神の栄光を見ます。多くの人はサタンの力を見てがっかりします。サタンの働きを見て多くの人はがっかりするんです。ですから皆さん、私たちはそのサタンの働きを見てはいけません。サタンは私たちをがっかりさせ、やる気をなくします。サタンは私たちをネガティブにします。皆さんがネガティブならば、サタンにやられているということです。皆さんがネガティブなら、それはサタンが、その苦しめているということです。しかし、イエス様がいれば大丈夫。イエス様がいれば大丈夫というのはネガティブではありません。それは、ポジティブです。ポジティブです。皆さん、ネガティブ人生をから離れて、ネガティブ人生をから、救われて、ポジティブ人生になりましょう。ポジティブ人生。皆さん、ポジティブ人生になれるんです。ポジティブ人生になれます。皆さんがポジティブ人生になるためには、イエス様に言葉をしっかり守ることです。イエス様を信じることです。そうすれば、ポジティブになることができます。
ポジティブになることができます。はい、皆さんがポジティブに立ってほしいんです。ネガティブからポジティブになってほしいんです。それはイエス様がと一緒にいるということですね。イエス様が一緒にいるならばポジティブになるのです。イエス様が一緒にいるならばポジティブになります。ぜひ、ポジティブになってほしいと思います。今日表情かっこいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。少し風が出てきましたね。少し風が出てきました。今日はちょっと青空になりませんが、ちょっと景色をお見せしましょうね。ちょっと向こうの方の景色、遠くの山が見えます。山というかこの丘が見えますね。それではどうしましょうかね。話を続けましょう。ね、話を続けましょう。そして、1時間でいい？ 1 時間で終わってもいい？はい。大事な教えで、いつも喜びなさい。絶えず祈りなさいと。いう言葉があります。すべてのことを感謝しなさい、ね、すべてのことを感謝しなさい、そういう命令があります。ですから私たちは、いつも喜ぶということこそ、それはイエス様が一緒にいるということではないでしょうか。イエス様と一緒にいることによって、いつも喜ぶことができます。それから、絶えず祈りなさい、ね、いつもイエス様と一緒にいるんですから、いつもイエス様と一緒にいるんですから、絶えず感謝を捧げましょう、ね、絶えず感謝を捧げるのです。イエス様がいるんですから、一緒にいるんですから、イエス様ありがとう、イエス様ありがとう、絶えず、感謝を捧げるのです。それからそうですね、まあ、それが全てのことを感謝しなさい。すべてのこと、良いことも悪いこともすべて感謝するんです。なぜ皆さん、悪いことも感謝するんですか？それは、神様の心は変わらない、いつも愛のお方であるということと、それからそういう一見悪いことのように見えても、一見悪いことのように見えても、神様はそこに計画があり、益としてくださるからなんですね。それが人生の秘訣です。人生の秘訣です。私たちはいろんなネガティブなことがあったとしても、そこに神様の、その力を信じるんです。そこで神様を信じる、その信仰によってそのネガティブがポジティブに変わることを見るのです。皆さん、ネガティブがポジティブに見るのを見ることこそまさに信仰なんです。神様が働ければどんなネガティブもポジティブになるんだということを見ることです。信じることです。期待することです。それにはそれが信仰です。信じること、ね、イエス・キリストを信じること、それがいかに大事かということですね。いかに大事かということです。
イエス様を信じることがいかに大事かということですね。ぜひ皆さん、信仰のそのポイントを理解していただいて、皆さんが神の御業を見てほしいのです。そしていつも喜び、いつも感謝してほしいのですね。いつも喜び、いつも感謝してほしい。あ、すいません。はい、はい。今日はですね、まあ、帰りは歩かないでね、歩いて帰るとちょっと通行人に迷惑だということで、この公園の中で終わりたいと思います。少し延長バックがあります。そうですね、はい。それでは何の話をしましょうかね。何の話をしたらいいでしょうか。そうですね、それではですね、次のメッセージ、そうですね。今日は11月11日、1111ですね。1111。ファイナルメッセージ、もうファイナルメッセージしましょうか。ね。そうですね、はい。それではですね、じゃあ質問コーナー行きましょうね。じゃあ皆さんの質問に、答えます。まあ答えられる質問を選びますが、じゃあ皆さん質問コーナー行きます。はい、質問コーナースタート。ハロウィンのコスプレ。ハロウィンはね、私は良くないと思います。もう終わりましたけど、ハロウィンは良くないと思います。家族とイエス様、どっちが大事？イエス様ですね。イエス様。それは、イエス様が家族をも祝福するからですね。エマの放送見ましたか？見てません。見てません。どうして日本が嫌いなんですか？いいえ、いいえ。日本は大好きです。一生引きこもってもいいですか？イエス様のために癒されて、イエス様のために、良いことをしてください。信じられるようになるにはどうしたらいいんですか？イエス様にですね、信仰くださいと祈ってください。信仰ください。信じられるようにしてくださいと祈れば信じられるようになります。
カリスマはいたんですか？いえいえいえ、世界の主流ですね。世界の主流です。従軍ヤンフは嘘ですか？いえいえ、真実ですね。真実です。私は証言集を持ってますね。証言集。中国戦についてどう思いますか？どうなんでしょう。よくわかりません。あまり調べてません。ネガティブな私はポジティブになれますよ。イエス様を信じてポジティブになれますよ。強制連行は本当にあったんですか？本当にありました。本当にありました。この地域では戦車道路と子供の国がその強制連行によって、作られました、ね、作られました。慰安婦問題はどうしてほしいですか？日本が認めるべきですね。日本が認めて謝罪すべきです。強制労働の日はあったんですか？はい、その後調べてません。ごめんなさい。バックが乗れなくなったので、その後調べておりません。申し訳ありません。町田のいいとこですか？町田のいいとこ。自然がまだあるってことかな。自然があります。日本軍はサタンの手下ですか？日本軍はやっぱりイスラム国と同じ、ね、イスラム国と同じです。つまり、日本の国のためなら他国を、ね、侵略してもいい、他国を攻撃していいという、やはり、そのファシズムなんですね。ファシズム、ナショナリズムであり、ファシズムですね。まあ、ある意味では騙されたんです。その大日本帝国に騙されたんです。国民が騙されたんですね。まあ、例えば北朝鮮も国民が騙されています。それから、そういう、中国もある意味では国民が騙されています。その国が国民を騙すという構図をしっかり理解しましょう。戦争も、国民が騙されたんですね。騙されたんです。そして今もサタンに、多くの人は騙されています。この世はサタンに騙されていますね。この世の中自体がサタンに騙されています。ですからイエス様が救いに来たんです。サタンから救われるためにイエス様がサタンから救いに来たんですね。あ、見えました。
火のことはほっとくんですか。またですね、バイクに乗れるようなことがあったら、また調べたいと思いますが、今のところ、見に行けません。はい。エボラは神が与えた試練ですか。警告だと思いますね。警告。神様は私たちに警告をします。警告をします。悪魔とか出して脅すのやめた方がいいよ。聖書に悪魔が出てきますね。聖書には、悪魔に立ち向かいなさいとも書いてあります。悪魔に騙されてはいけないとも書いてあるんですね。ですから聖書自身が、悪魔と言っています。ハングライダー配信をする予定はありますか？パラグライダーですね。パラグライダーの配信してみたいという気持ちがありますが、今のところまだ具体的な予定はありません。天まで届けパラグライダー。プラグライダーしながら角笛吹け。少し寒くなってきましたね。少し寒くなってきました。もうだいぶ長くいるのでですね。気球配信。気球配信もいいかもしれません。ただね、空っていうのは電波が弱いんじゃないかと思うんですね。空っていうのはどうなんでしょう。電波があまり高いと届かないでしょうね。低いとこでないと届かないんじゃないかなと思います。風船おじさん。風船おじさん。風船おじさんだとちょっと問題が危ないですよね。そうですね。あと15分ありますね。はい。画面止まっちゃってますかね。時々画面が止まっちゃいますね。はい。それではですね。はい。ファイナルメッセージいきましょうかね。ファイナルメッセージいきましょう。キューちゃんは毎日楽しそうだね。アメン。皆さん、ぜひですね、皆さんは毎朝毎晩学んでいます。ね。毎朝毎晩学んでいます。ですから、ぜひ、その、しっかりとポイントを理解してほしいんです。一緒に学びましょう。一緒に、学びましょう。私は往々にしてネガティブになりやすいです。ネガティブというのは、神様からちょっと離れてるというふうに、考えてもいいでしょう。神様を信じるようになりました。アメン。神様を信じるようになりました。犬がなんか吠え合ってますよ。
犬がなんか吠え合ってますね。私たちは、この現実の世界の中で神様の働きを見るべきです。ぜひ皆さん今日一日もですね、神様の働きも見たい、自分の生活の中に働く、神様の働きを見たい、神様が、本当にどのように働いているか、そして皆さんが人に対してね、イエス様の教えを守って、ね、イエス様の教えを守って、その神の愛を表して、皆さんが神を喜ばすような生き方、どうすれば神が喜ぶのか、柔和で寛容で、柔和で寛容で親切で、皆さん自身が神の子として、神の子として歩む。皆さんの言動が、神様の、神の子としての言動。そのような一日を皆さんが過ごすならば、皆さんは、神様に喜ばれると思います。皆さんの生活に神様が働くと同時に、皆さんのいろいろな日々の生活の中で神様が働いてくださるということを見て感謝して、と同時に皆さん自身が神の子として、神の子として歩むんですね。皆さんが神の子として歩むんです。そういうことの中で、皆さんは、神の栄光を表すことができます。そしてそれが神と共に歩むということではないでしょうか。神様と共に歩む、神様と共に歩む、神様の栄光を褒めたたえます。皆さん今日一日も、ね、神様の栄光を褒めたたえるんです。神様が、ね、作られたこの世界、特にこの自然を見ると、自然を見ると素直に神様を褒めたたえることができます。この神様が作った世界、神様の作った世界を素直に喜ぶことができます。ですからこの朝のね、こう自然をバックにした放送というのは、神様を賛美しやすいと信じます。神様の作ったこのものは本当によくできている、不思議です、ね、神の作ったものは美しい、素直に神様を喜ぶことができます。そして私たち神様に似せて作られた被造物として、神様に似せて作られた被造物として、私たちもその神様に喜ばれるような生き方、神の栄光を表す生き方ができるんです。今日一日もそのような一日を送りませんか。皆さん、そのような一日、神の子として生きる一日、神の栄光を表す一日、神の愛を表す一日、神様が共にいる一日、いつも神様と共にいる一日、神様のその、御心を行う一日、皆さん一日一日が大事なんです。皆さんの人生は無限ではありません。私たちは有限の世界の中で生きていて、そして私たちは、その一日一日がとても大事なんですね。一日一日がとても大事です。私たちの一日を神様に捧げましょう。私たちの一日は自分のための一日ではなく、神様に捧げる一日となりましょう。ぜひ皆さん、生きる意味はそういう意味なんです。生きる意味は欲のために生きる一日ではありません。
生きる意味は、神様のために生きる一日なんです。神様のために生きる一日、それが本当の一日なんです。ぜひ皆さん、その本当の、人生、本当の人生、本当の人生、それは、イエス様のために生きる人生です。イエス様のために生きる人生、皆さん、それは素晴らしい人生なんです。天国に宝を蓄え、神様に、神様の、栄光を表すその一日なんです。世の光となりなさい、ね、世の光となりなさいとイエス様おっしゃいました。そのような、一日は世の光です。皆さん、イエスキリストにあって皆さんは世の光なんです。イエスキリストにあって皆さんはその、地の塩なんです。皆さんは、この闇の世界、その罪の世界の中で神の栄光を表した素晴らしい存在なんです。皆さんが、その神様の、ね、神様の素晴らしさを表し、神の正しさを表し、神様の清さを表し、神様の愛を表す素晴らしい存在なんです。神の子として、神の子として、動いてます。私たちはね、イエス様に実は生きていいんです。生きるべきなんです。皆さん、ネガティブにならないでポジティブになりましょう。もう一度言いましょう。イエス様がいるから大丈夫。大きな声で言いましょう。イエス様がいるから大丈夫、ね、イエス様がいるから大丈夫。皆さん、大きな声で言いましょう。イエス様がいるから大丈夫。イエス様がいるから大丈夫。イエス様がいるから大丈夫。何かあったとき、あったとしても、イエス様がいるから大丈夫と言いましょう。ね。S 様じゃなくてイエス様ね。S 様でもいいんですが、イエス様がいるから大丈夫。皆さん、素晴らしい、生き方になります。今日も皆さん、神様が作られた一日です。素晴らしい一日、生きるイエスキリストにあって生きる一日、喜んで、喜びの一日を送りましょう。感謝の一日を送りましょう。希望に満ちた一日を送りましょう。神様が、素晴らしいことをしてくださると信じるのです。神様が素晴らしいことをしてくださると信じるんです。私たちは、その希望に満ちた、希望に満ちる一日が必要です。希望を持ってください。神様が何かしてくださる、素晴らしいことをしてくださると信じるのです、ね、何があっても、心配してはいけません。イエス様がいるから大丈夫、イエス様がいるから大丈夫と、信じましょう、信じましょう。それでは招きをしますね。招きをします。今日の放送を聞いて
ポジティブになりたい。ネガティブ人生からポジティブ人生になりたい。今日の放送を聞いて、いろんな恐れとか心配から解放されたい。いろいろな、心を苦しめるものから解放されたい。悪魔の、ネガティブから解放されたい人。いつも大丈夫。いつも大丈夫という心が欲しい人。アメンと言ってください。アメン。アメン。ネガティブ人生からポジティブ人生になりたい人。アメンと言ってください。アメン。なれるんです。なれるんです。証がたくさんあります。本当になれるんです。素晴らしい人生になれるんです。皆さん、イエスキリストに信じてなれるんです。なれるんです。チャンスです。なれるんです。エイジさん、アメン、アメン、アメン。なれるんです。そして素晴らしい人生を、送りましょう。皆さんは尊いのです。皆さんはイエスキリストにあって尊い存在、素晴らしい存在、神の栄光を表す存在なんです。皆さんは良い働きができるんです。以前は悪いことをしていたかもしれません。しかしこれからは良いことができるんです。良いことができるのです。素晴らしいことができるのです。隣人を自分のように愛することができるのです。敵を祝福することができるのです。愛を示すことができるのです。イエス・キリストにあって初めてできるのです。イエス・キリストにあって、人を愛せるようになるのです。人を愛せるようになるのです。ハイドさん、アメン。ハイドさん、アメン。ぜひ皆さん、そういう、素晴らしい人生を、送りたいと思ってください。アメン。アメン。素晴らしい。アメン。それではですね、お祈りしたいと思います。はい、お祈りですね。天道様、感謝します。今日は、この公園で放送できました。あなたが正しい放送の仕方を導いてくれました。人に不安を与えず、人に迷惑をかけないような放送を導いてください。今、アーメンといった方々が、ネガティブ人生から、ネガティブ人生からポジティブ人生に変われるように助けてください。イエス様、多くの人がネガティブです。多くの人がネガティブですが、ぜひ、その、イエス様によって、イエス様によって心配がなくなりますように。イエス様によってその心の重荷がなくなりますように。イエス様によってその悩みがなくなりますように。ポジティブになりますように。ポジティブになりますように。イエス様、どうぞ心が解放されますように。あなたが罪を取ってくださる。あなたが罪を取ってくださる。十字架の血によって、十字架の血によって、そのリスナーの人たちの心を洗ってくれる。心が洗ってくれる。心がきれいになる。イエス様、感謝します。どうぞ、イエス様。今、アーメンといった方々の、罪が許されて、心が清くなって、解放されますように。心が解放されますように。心が解放されますように。自由になりますように。心が清くなりますように。心が清くなりますように。イエス様、感謝します。イエス様、感謝します。今日も素晴らしい一日を送ることができますように。リスナーの方々が素晴らしい一日を送ることができますように。真理をはっきり理解しますように。イエス様の教えを悟ることができますように。イエス様の教えを悟って、そして御言葉を守って生きることができますように。感謝します。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。ハレルヤ。今日も良い放送ができたと信じます。皆さん、ありがとうございました。また夜8時にお会いしましょう。良い一日を。シャローン、シャローン、シャローン、アーメン。